ピアキャロットへようこそ GP 学園プリンセス。ワンツーワンツーさん、はい。俺が店長？押しかけられ女房は幼馴染。鴨下ひろと君か。うん、元気がいいね。いや、大事なことだよ。かなりいろいろなアルバイトを経験しているようだね。
ちはアルバイトから社員になった人間も多いし、君の経験を生かしてうちでもしっかりやってくれると期待しているよ。それじゃ早速頼むよ、鴨志田君。私は木下オーナーではない。私の名はアロハキング。ピアキャロットの爆発で死亡した君のために、私は人参を2つ持ってきた。いや、そのツッコミもどうかと。とにかく、おとなしくこの人参を食らってサクッと生き返りたまえ。
いいから黙ってくらえ。気がついたかね。は、え、な、なんだ。一体何の話を。ちょっと落ち着け鴨下君。おお、気がついたようですな。君、ちょっと体温と脈拍、あと脳波のモニター持ってきて。はい。ああ、こういうものです。お目覚めになられたのなら、少しお話いいですかな。本当に景気よく爆発したからな。土台以外は全部立て直しといったところだろう。さてな、まあ3億もあればなんとかなるといいんだが。まあ土台工事がないからもう少しなんとかなるかもしれんが、大体そんなもんだろう。鴨下君？何が？ちょっと待て、どうした？落ち着け。ジャンピング土下座。いや、そうは言っても無理だろう。個人で払える金額じゃ。いや、これはあくまでも事故だ。自分も徹底して指導しなかったこともあるし。そうは言ってもだな。なんだ。どこを見ているの。ここよ。あそこだ。
見せてもらったわ。自分の不注意で店が壊れてしまったと、それを償おうというその心意気合いをし、しかしその償いのためにただ自暴自棄に走ってどうするの。それは償いではなく、ただの逃げよ。迷惑をかけたから借りを返すため、そんなことを言いながら所詮自分の不幸を恨んで逃げようとしているだけ。だからお前はアホなのだ。その言葉を言い訳にし、ただただ自分を憐れんでいるだけだと、なぜ気づかないの。全てを捨てる覚悟があるなら、それこそ逃げるな。本当に償いたいと思っているのなら、あなたにはまだできることがある。鴨下ヒロトには夢がある。それは一国一城の主。ヒロト、学園特区に行きなさい。2ヶ月後、そこにオープンするピアキャロット学園特区店の店長になりなさい。そしてそこで立派に働き、今まで以上の発展をピアキャロットにもたらす。それこそが本当の償いだったら、学園特区の生徒になればいい。問題はあなたにその気があるかどうか。それさえあれば、きっと木下オーナーも認めてくれるはず。あなたを一人前の男として。私の言うべきことはそれだけよ。あとは行くも行かないもあなた次第だけど、私は信じているわ。ではさらば。なんだい？本気のようだな。言っておくが、店長職というのはそんなに甘いものではないぞ。よし、分かった。鴨下君に学園特区店の店長。このままだと本当に臓器を売るか、銀行を襲うか、夜の街に立ちそうだからな。い
何でも。そういえば学園特区への進出は一部の関係者しか知らないはずだが、産業スパイには見えなかったし、大体いや何でもない、彼女のことだな。その彼女はだな、そう、彼女こそピアキャロットウェイトレスの頂点に立つものなのだ。そう、全国から選ばれた女の子たちからなるピアキャロットウェイトレスの中からさらに選ばれたウェイトレスの中のウェイトレス、ピアキャロットの危機には颯爽と現れ、ピンチを救って去っていく彼女こそマスターオブウェイトレス、その人なのだ。彼女の推薦なら大丈夫だ、頑張れよ鴨志田君。ピアケロ大好き。店をやるのに自分一人では無理だというのは分かっているね。ではまず最初の試練だ。彼女マスターオブウェイトレスが言ったように、2ヶ月後学園内にピアキャロット学園特区店がオープンする。まずはそのオープニングスタッフ6名を自分の力で集めるんだ。そうだ、知っていると思うが、学園特区の中では水面学園の生徒だけが働くことができる。鴨志田君にはそうだな、手続きにもよるが、1ヶ月以内には水面学園に編入してもらうとして、期限は残り、それができなければこの話はなしだ。人に信頼してもらい、かつ相手のことも信頼する、それこそが店長として人を使うものに必要なことなんだよ。ああ、頑張れよ、ヒロト君。
何かご用でしょうか。ああ、はいはい、受けたまってますよ。鴨下ひろとくんだったわよね。書類と学生服と教科書と、あとはこれ。それだけじゃないけどね。特区内の GPS 発信や授業での出席確認、あと当たり前だけど本人証明にも使うし、学園特区の中だけで使えるグリーンマネーをプールするキャッシュカードでもあるからなくしちゃダメよ。地域内流通貨幣、この特区の目的は知っているでしょ。その調査のためにこの学園にいる限り、君の買い物は全て調査の対象になってるっていうわけ。とはいえ調査内容は結果の統計まで全てコンピューター管理で、あなた個人が何を買ったかまではよっぽどの権限を持った人じゃないとわからないけどね。ええ、だから安心して。就労での増減はもちろん、授業や学内行事の成績でも増減するから、しっかり勉強しなさい。あとは、そうそう、住むところとクラスが決まるまではそのカードは使えないから、早いところ寮で登録してもらうといいわ。じゃあ、あとは住むところね。募集をかけてる学生寮のリストを渡しておきますから、家賃の折り合いのつくところで学生証を登録してね。ようこそ学園特区へ、鴨下ひろとくん。悪いな、この間いっぱいになってな。この間出てったやつがいたから空きができたんだが、そいつがまた出戻ってきてな。うん、すまんな。うちは月額でこれくらいになるけど。この寮だったら高額ではないよ。風呂もトイレも3食もつくし、大変なんだったらもう少し勉強してあげてもいい。君が一晩僕の自由になるというのなら。
あれ、勇者よ、死んでしまうとは情けない。いや、何度言ったらわかる。私はアロハキングだ。君もよくよく死にやすい体質だな。ああ、いや、別に死にかけただけで死んでるわけじゃないが。まあまあ、落ち着きたまえ。まあ、今回は私の力を借りるまでもなく、そろそろ目覚めると思うがね。おっと、そろそろ時間だ。それじゃあ、ヒロト君。また会おう。あ、気がついた。それにしてもびっくりしたわよ。あんなところでヒロトに会ったかと思ったらいきなりぶっ倒れるんだもん。あ、ごめん、ここまで運ぶときに重かったから頭引きずっちゃった。引きずってる間もお腹からすごい音がしてたからお腹空いてるのかなって。ご飯作っといたけど食べる？何よ、いらないの？どこでお勤め終えてきたのよ。今まで誰だと思ってたのよ、あんたは！
そんなのこっちの方がびっくりだよ。学園でヒロトに会えるなんて。でもどうしてあんなところで行き倒れてたのよ。いろいろ大変だったんだね。でもそっか、ヒロトもトックの生徒になったんだね。それ無理。一応ネットにもつながってるけどね。それだけじゃなくてドックの中での各種手続きにも使うの。ほら、この端末を通してじゃないと学生証の登録や所在登録ができないの。この端末があるところに住まないとヒロトは水面学園の生徒にはなれないってこと。マジで所在証明の代わりにもなるから、登録した場所にいないと最悪風紀委員の処罰の対象になったり退学ってこともあるわよ。授業が終わったら私も手伝ってあげるし、そんなに心配しないで。何言ってるのよ今さら。まあ私がついてるんだから大船に乗った気でいなさい。忘れてた、食器片付けてくるね。いいから、疲れてるんでしょ。明日も住めるところ探さなきゃいけないんだから、しっかり休んでおきなさいよ。うん、ちゃんと返してもらうからね。
ね。どこに登録したと思ってるのよ。完璧にここは私の部屋よ。つい適当に操作するな。入寮時の登録は3ヶ月に一度。よっぽどの理由がなければ認められないし、だいたいどうやって説明するつもりなのよ。私があんたをこの部屋に連れてきたこと自体バレたら大学ものなの。おう、じゃない。誰かに見つかったら私もあんたも退学もんなんだから注意すること。バカなこと言ってると速攻追い出すのよ。突然始まった幼なじみとの同居生活、どうするどうする、君ならどうする、なんて能天気なことは言ってられないでしょ。ヒロト、あんたピアケロット学園トップ10のオープンまでにメンバー揃えなきゃお役ごめんなんだから。まあどうしてもって言うんだったら私も。次回ピアケロットへようこそ GP 第2話、千と多難、仲間は上から降ってくるに稲妻ピーク。善と多難、仲間は上から降ってくる？善と多難、仲間は上から降ってくる？